ちは。今日は肩甲骨のほぐしをストレッチポールを使ってやっていきます。お持ちの方は試してみてください。ストレッチポールの上にまっすぐ乗ります。あとは肩甲骨でポールを挟んだり離したりするイメージを持ちながらくるくる回したり、肘を使って肩甲骨寄せて離してやっていきます。上げて肩甲骨離してぐーっと肩甲骨でポールを挟んでいきます。離して挟む、挟んだままぎゅっと締め付ける。これ肩甲骨で今ポールを挟んでます。肘曲げてみたり、この状態で上下に動かす。で少しポールをずらして肩甲骨ゴリゴリ